は達成感が満たされないストレスがありそうですよね。そうなんですよね。自分が自分で認めてないので、はい、結局あの登録者数を高くするしかないんですよ足つこうとすると、はいはいはい、無気力で何をやっても無駄だと学習なんて無理ですよ、うん、空回りばかり。でも俺でも大学受かったんだよな。あ、だからその無気力になるって話ですもんね。勉強をすれば勉強はできるようになるわけじゃないですか、はい、無気力になると勉強したくなくなるって話ですよねあ、もう何もやりたくない。じゃあ無気力はどうやって直しましょうね。で、あ、それで前出たのは認知療法でしたっけ、うん、認知療法というか、まあ、この人たちは過度なストレスがずっとこう上から押しかかってるのでストレスをなくす必要はあるかなとは思うんですよね。あ、まずそこから離れる、うん、で、まあ、Google さんに聞くとね、うん、1、自分に優しくする、うん、自分の計画通りにやってないからといって自分を責めない、うん、2、エクササイズをする、アクティブになることは体ではなく健康にもいいと、うん、まあ、忘れられますしね、こうやって何かやってるとき、うん、なんかもう頭の回転速くなるらしいですよ、運動すると。運動すると。で、自分、何が自分をハッピーにするのか見つけ出す、うん、一時期の僕は夜のネオン街でした。はい、はい、4、新しいことを試してみる。で、5、気分の日記をつける、うん、僕も 1年間ぐらい日記続けましたね、うん、もう一回やろうかな。あ、いいかもしれないですね。で、岡田、これ岡田斗司夫さんの、スマートノートってやり方なんですけど、コンパスのB5 版、 B5 ってかの B 版のやつを買うと、うん、あれ35行なんですね、うん、行数が。では、1日5行なんか起こったことを書いて、うんうんうん、それを評価する、うん、っていうのを1週間やると1枚埋まるんですよ、うんうんうん、っていうで、まあ、見開きあって、右側にその日記を書きつつ、左側はもうフリースペース、何書いてもいいよと、うんうん、っていうのをやっていくと、なんか自分が何を考えてるか分かるとか、うんうん、あ、結構いいことあるじゃんとか、うん、あ、自分こんなこと嫌いなんだなみたいなのが分かると、なんか嫌いなものをやめるとか、うん、まあ、認知療法に近いですよね。それを認知療法って言うんだなんかね、もうみんながね、いろんな名前つけるんですよ、うん、でも結局やること一つなんですよ、うん、行動しろなんですよ、うん、はい、小枝さん、どんどん量は減ってきますね、小枝のごきげんようごきげんよう、前回もそれ言った気がする申し訳ございません。ストレス源から離れるのは大事ですね。できるなら、何かできるなら含んだ言い方ですけど、まあ、この子供の時とかで難しいじゃないですか。難しい。このストレスの原因が親だったりすると、学校だったり、まあ、学校はもうなんか最近はもう行かなくてもいいっていうのをよく言われますよね。僕ももう子供が行かなくなったら、やったじゃんって言うつもりですけどね。どういうことですか。天才だよそれって、うん、もう一人天才じゃんって、うん、もう今のうちにロック聞いて本読んどこって、うん、で19歳ぐらいになったら、はい、ずっとロックと本読んでましたって言えって、うん、その時に何を聞いてたかは重要だよって、うん、あのベビーメタルとか言っちゃダメだよってそれは難しいの聞けって。それはいいと思いますけどね。いい、うん、なんかその飛び抜けたのがいいわけじゃないですかそうなんだ。多分ビートルズとストーンズって言わなくていいんだ。いいと思いますよ。なんかあの、何ですかね、そういうのってもうなんかすっごいこだわりみたいな部分じゃないですか、はい、なるほど、うん、だからそのこだわりが持てるところにいた方がいいかなとは。こだわりのないやつがこういうの言っちゃダメですね、うん、なんかいかに見た目がいいかみたいな。そうそう、それって多分みんなやってそうなことなんで確かに、はい、でね、またね、新しいのが出てくるんですよ、はい、ロールレタリングまだ来た、はい、新しい、新しいのが、うん、もうみんながいろんな名前つけるからどんどん分かりにくくなってね、うん、病気が増えるんですよ、うん、でお医者さんだけが儲かるんですよで、うん、ロールレタリングっていうのを調べてみますと、うん、
一番初めに来たのがなんか心のための専門メディアっていう、うん、九州大学の教授の方のところが出てきて、うん、心の辛さと向き合うためにさまざまな心理療法があって、手紙を書く、うん、ロールレタリングという心理療法をご存知でしょうかと、うん、ああなるほど結局は、ロールレタリングとは、うん、役割交換所管法、うん、役割を交換する、うん、書く、うん、で所管の管は竹冠の間、うん、所管法と呼ばれる少し変わった心理療法で、その手紙が実際に届けられることはなく投函しない手紙という形式でさまざまな心の作業を進めていくと、うん、あのね心屋陣之助さんのね、うん、とこでもやった同じようなのなんか書いたいろんなこと書いた、うんうんうん、なんか勝てって言いますねどこでもみんないろんな名前をつけるからね、うん、なるほどねやっぱ結局は書いて、うん、見て、うん、まあああってなるんでしょうね多分そうなんじゃない書くことがいいんじゃないですか書くこととかなんかこう見える形にするまあこれもっと何回も言いますけど、うん、道は開くの人カーネギーも、はい、もう悩んで悩んで、うん、もう自殺する一歩手前の時に、うんうん、いっぺん悩みを整理しようと思って書いたら、うんうん77個目で止まったらしいんですよ、うんうんうん、でやらなければいけないこと、うん、キンキンで、うんうん、それが2個だけだったらしいんですね、うんうん、ああってあとはもう大したことないわあとはとなんていうんだろう戦争がどうやったら終わるのかとか、うんうんうん、死ぬのが怖いとか、うんうん、もうこれってどうしようもないことじゃないですか、うんうんうん、これはもうなんかどうしようもないボックスに置いとく、うん、っていう分け方ができると安心するらしいですね考えても無駄なことは考えないって未来とかね未来とかで解決できる問題に取り組んでいくみたいな話ですよねああお金儲けのどうやってやったら転職できるかとかねうん、うん、なるほど死が怖いとかはもうどうしようもないですもんねこれはもう一つだけ決まったことですもんね、うんうん、誰しもが起こりうる、うん、あ起こりうるとか必ず起こる、うん、はい明日かもしれないんですってまあ確率はありますよねだから皆さん笑顔できるだけこの笑顔最後は笑顔がいいですよね、うんうん、最後に見た顔が機嫌が悪くてもこう笑顔でああそれごめんなさいできてない大人ができてない申し訳ない確かに、うん、申し訳ございませんそう内観するんでしょうね、うん、桃子さん書くって大事なんですね本当にね多分分かりやすくなるんじゃないですか頭の中でこう思い描いてても最初の方忘れてくじゃないですか忘れるでも何か引っかかってるんですよなんか引っかかってる奥の方で、うん、というところでじゃとごめんなさいだと既定欠損の人で、うん、あ既定欠損だという自覚がある人で、うんうん、もう一回なんかその自分の思いとかを書くと、うん、なんて言うんだろうなんか自分のニーズとか、うん、あこんなことしたかったんだこんなことしてほしかったんだっていうところでじゃあなんか自分もやってみようみたいなところに行くといいですね、うんうん必要だって気づくといいですけどね愛が人を信用するとか信頼するとかうん、うん、できる人はいると思います、うん、信頼できる人が、うん、か作るかですね作るか信頼できる人、うん、この多分知識的にもまあなんかこの本当のなんていうんですか気持ち的に、はい、もう信頼できないってずっと思ってるかもしれないけど、はいまあ、頭の中どっかにでもそれじゃいけないっていうのを思ってた方がいいんじゃないかなっていうニャンバルさん楽しいこともクロッキー帳に書き殴ってた時期があったけど楽しかったですね、うん、多分今考えれば楽しかったですねなりそうですけどね、うんうんうん、昔の苦労ってあ、はいはいはい、生きていけば、うんうんうんタコタコさん多分体験談かもしれません、うん、整体や鍼灸に行って体を整えるのもいいと快楽の快
の感覚を忘れている場合も、うん、ああなるほど、もうストレスでこうやって固まってるんですかね。